どうも、メタヨシです。では本日も、早速お話をしていきたいと思います。いつもチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございます。初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にチャンネル紹介をさせていただきます。このチャンネルでは Web3 や NFT、ゲームファイ関連のサービスを明るく楽しく解説し、新たな暮らしの実現に向けてチャレンジをしているチャンネルです。最近はステップに関する情報を日々配信しておりますので、興味を持っていただけた方はぜひいいねやチャンネル登録などしていただけると嬉しいです。では今日はこのような流れでお話をしていきたいと思います。まずは先日 AMA がありましたので、それをざっくりと要約していきたいと思います。でその後ステップの現状分析として、ユーザー分析や仮想通貨分析、スニーカー分析をしていきまして、最後まとめということでお話をしていきたいと思います。ではまず一つ目に AMA のざっくり要約をしていきたいと思います。今回ですね、バイナンスのローンチに関する話題がありまして、1000足と1000足で分けたんですけど、後半1000足はですね、誰でも買えるようなチャンスを与えてる、つもりだったと思うんですけど、最終的にボットに購入されてしまったっていうところの、お話がありました。でここはですね、もっとフォローアップすればよかったっていうお話がありまして、今後はですね、フェアな方法を取っていきたいっていうようなことが話題に上がってました。で、一応このバイナンスローンチっていうところの、復習をしますと、アシックスとのコラボでいろいろこう1000足当たるかもしれませんと、で 0.5BNB で買えますっていうお話で、やってたんですけど、0.5BNB っていうのがめちゃくちゃ破格の金額になっていると思うんですけど、一応運営側の思惑としては、みんなが安い価格で靴を手に入れられるようにしていきたかったっていうようなところがあるので、うまくいかなかった部分もあったものの、一応そういう形でですね、自分たちに本当にこう少しでも多くの人がステップに参加できるように、こういったことをですね、企画していたっていうところは理解いただけたらいいのかなというふうに思ってます。で、エピックシューズっていうところが、今回リリースされましたっていうところも話題に上がってました。ツイッターの方ではですね、一部話題になってたんですけど、すごい特殊な形のですね、靴の底にこうモコモコがついてるような靴があったりですとか、そういった、ちょっと珍しい形のものがエピックシューズになってたんですけど、そのリリースに関しての話題です。で、なんでこんなに早いタイミングで登場したのかみたいなところが話題になってまして、一応回答としてはですね、スケジュールではもっと先の予定だったんですけど、GMT の、ユースケースでいろいろこう使う、GMT を使うきっかけがあるんですけど、そこの兼ね合いでですね、トリプルアーニングの前に出すことになったと、要するに変更して、早くなることになったんだよということを言ってました。ちなみにトリプルアーニングって言ってるのは、GST を3倍獲得できるっていうイベントが、直近で控えているんですけど、そのイベントの前にですね、このエピックシューズを出したかったという思惑のようです。で、ただですね、リリース当日に、これがいきなり出てきちゃったみたいで、すごい少ない確率だったんですけど、もうこんなに早く出たっていうのはびっくりしたようです。実際はですね、多数のミントをした後にですね、1、2週間後に出る予定だったようです。なかなか確率論の話なので、運営側もですね、思ったようにいかなかったみたいですね。はい。で、GST についてっていうところの話題も一瞬だけ上がってたんですけど、レベル30の人にはあまり関係なくなってくるだろうっていう話をしてました。これどういう意味なのかっていうのをもう少しこう、意味を変えて説明しますと、今はほとんどの人は GST を稼ぐっていうことが中心になってきてると思うんですけど、今後ですね、 GMT が稼げるようなタイミングっていうのが来ます。で、レベル30になれば GMT を稼ぐことができるようになるんですけど、そうなった時には、みんなが逆に言えば GMT を稼ぐようになるだろうっていうことを言ってると思ってます。もっと言うと GMT の方が稼ぐメリットが多くなってくるのかなと思ってます。GST で例えばじゃあ1万円分稼げるっていうことになったとしたら、 GMT だと例えば1万5000円とか2万円分とか、その現時点の価値でだったとしても、多めの価値にが、獲得できるような状況になるんじゃないのかなとここは予測しているので、資金に余裕のある方はですね、 GMT 特化の靴を作るといいんじゃないのかなって、この一文だけで私が勝手に予想してるだけなんですけど、GMT 特化の靴を作っていくといいのかなというふうに思ってます。はい。で、引き続き GMT に関する話題がありまして、
GMT アーニングの実装をもっと急いでいきたいと、まあ、さっきお話ししたような GMT が獲得できるような、実装ですね。 GST だけじゃなくて GMT が獲得できるような実装をもっと急いでいきたいということが話題になってました。で、我々がやることのすべてはユーザーに GMT バーンさせることにつながっていると。これなんか硬い言葉になっちゃってると思うんですけど、まあ、GMT ユースケースっていうところの説明があったタイミングでいろいろと GMT を使うきっかけが増えてきたんですね。なので、GMT をどんどんバーンさせて、いくことにをなんかこう、まあ、やっていきたいっていうふうに運営側は思っているようです。で、優先したいのは GMT を隠し持っていることではないというような形になっているので、もうずっと持っている人がいるんだとしたらそれを使うきっかけっていうのをどんどんこう考えていこうとしている。で、結果的にそれをやることによって GMT の価値がどんどん上がっていったりですとか、GMT アーニングをするときに、まあ、それも意味のあるものにしていくためにそうやってこうバーンをさせようとしているっていうような思惑があるようです。はい。なんで、まあ、すべての、まあ、GMT のユースケースっていうのを、まあ、今期中に実装したいっていうふうに、説明をされてました。はい。で、GMT ユースケースの話題がありまして、直近のスケジュールで言うと、まあ、5月以降にジェム合成成功率っていうところの話ですとか、双子の出現率アップの実装っていうのを、実装予定ということです。で、6月以降にこれ不幸プールって書いてるんですけど、まあ、保険のサブスクっていうふうに僕は書いてるんですけど、何かこうジェムが失敗した時とか、アンコモンとアンコモンでミントした時に普通のコモンが生まれちゃったとか、そういったことがあった時に、まあ、その不幸分は、自分たちの収益になるようなサブスクみたいなのがあって、その実装が6月ぐらいになるというお話でした。で、靴のレベルについてはですね、レベル31っていうのが出てくるんじゃないかっていう噂が出てたんですけど、まあ、それの実装予定はないとのことでした。はい。で、あとはレンタル機能についてっていうところのお話なんですけど、レンタル機能が入ってくると、まあ、貸し出していっぱい稼ぐ人が出てきて、GST がですね暴落するんじゃないかっていうところが質問に上がってました。で、そこの回答としては一応答えはノーっていうことを運営の方はおっしゃってて、実装はですねまず9月を目標にしていますと。で、いろいろこうバランスが取れるようにもう計画をしまくってますと。で、ただバランスが取れないようであれば実装しないっていうこといるっていうぐらいの説明をされてたので、暴落しないようにいろいろこう検討してますよっていうことを、まあ、説明されてました。まあ、こんな感じでですね、まあ、AMA の説明させていただいたんですけど、先ほどの GMT ユースケースのこととかって何のことなんだろうみたいな話があったとしたら、それはですね、まあ、以前 AMA まとめっていうところでお話ししている回がありますので、まあ、参考動画の方に載せておきますので、まだ見てない方はですねぜひ見ていただけたらいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、こんな感じで、まとめ、ざっくり終わっていきたいと思います。で、次ですね、ステップの現状分析やっていきたいと思います。はい。ではですね、ステップの、まあ、現状分析としてまずはユーザー分析からやっていきたいと思うんですけど、ステップの公式アカウントの、フォロワー数が昨日時点ですと30万1955人だったんですけど、今日の夜時点ですと、まあ、30万7901人となってました。まあ、1日で約5000人増えているっていうペースなので、ペースはあまり他と変わってないような状況です。で、Discord の登録者数は日本人が 15,461人だったんですけど、1日経った状態ですと、15,689人となってました。まあ、約200人増えているんですけど、まあ、あまり変わってないような形です。で、こちらが Doom Analytics で分析している、まあ、新規流入数ですね、なんですけど、4月23日時点では8771人となっておりました。5日間ほどですね、変わらないペースでずっと8000人オーバーの状況です。なんで、まあ、これかなりですね、高い水準にあるので、まあ、過熱状態がずっと続いているという認識でいいのかなと思ってます。他の日を見ていただけたらわかると思うんですけど、ちょっと前だったら1日4000人とかそのぐらいだったものが、もう気づけばどんどん増えて今8000人オーバーっていう状況になっています。はい。ではですね、仮想通貨分析を引き続きやっていきますが、ざっとこの6通貨を今ウォッチリストで眺めているんですけど、まあ、今日1日での変化っていうのは、まあ、ビットコインとかイーサリアムとかっていうのはあまりないような状況ですね。
基本的に、まあ、土日とかってあまり変動がないって言われていたりするんですけど、まあ、他の通貨はそういった形で変化がありませんでした。で、GMT に関しては、今までこう上がりすぎていた分が、じわじわと、まあ、ちょっとこう下がってきているようなところにあると思うので、まあ、そこが試したらまた上がってくる可能性があるんじゃないのかなというふうに思ってます。で、GST はですね、まあ、ぐいぐいとここ数日上昇しているような形になってます。で、この GST についてもう少しピックアップします。で、こちらが始まってからの、GST のチャートなんですけど、ずーっと上がり調子に今増えている形になります。で、今上がってきていて、ほぼ最高値みたいな状態になっているんですけど、これですね、まあ、Doom Analyticsで見ているユーザーの新規流入数とかなり近いような感じになってるかなと思います。前回もこの分析をお話しさせていただいたんですけど、ユーザー数が増えているときは単純に GST が上がりやすくなります。で、まあ、理由は、まあまあ、かなり分かりやすいのかなと思うんですけど、新しく、ユーザーが増えたらですね、まあ、レベル上げをしたりですとか、ミントをして増やしたりですとか、まあ、いろいろこう GST を使うきっかけが多いですよね。で、ジェムの合成をやろうとか、いろいろとにかくこう、GST が必要になってきます。なので、単純にこう稼いで利益にするっていうよりかは、どん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 靴を増やしたりですとか、成長させていったりとか、そういう風な気持ちが、高くなる状態になるので、どちらかといえば GST が上がりやすくなります。なので、まあ、このままユーザーが増えていくようであれば、どん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 価格が上がっていって、本当にこう気づけば1000円近くまで上がっていくっていう可能性もゼロじゃないのかなと思ってます。で、ただもしユーザーの新規流入数がここをピークにですね、急激に減っていくとか、そういったことがあったら、まあ、下がる可能性はあるんですけど、まあ、今盛り上がってきている以上、もうこのまま一旦上がっていくんじゃないのかなって思っているので、どちらかといえばですね、上目線で僕は見ているような状況にあります。まあ、皆さんどのように、思うかは人それぞれだと思うので、まあ、今回のデータを元にですね、各自で分析してみてもらえたらいいのかなというふうに思ってます。はい、ではですね、引き続きスニーカー分析の方に入っていきたいと思います。スニーカーがですね、4月23日の朝時点ですと、合計が7002個あったんですけど、4月24日の朝時点ですと6097個になってました。で、シューボックスの数は1日前が1208個で、まあ、4月24日の朝だと471個になってるんで、まあ、かなり減っているような状況です。1日でですね、まあ、新規の流入があったタイミングで、まあ、いろいろこうスニーカーが売れていったような流れかなと推測しています。で、ソラナの価格でいうと最安値が 11.78 ソルっていうところだったんですけど、まあ、最安値が 12.18 ソルっていう形になってます。まあ、靴が減ってきているので、まあ、その分ですね、値上がりしていったんじゃないかなというふうに思ってます。で、エピックの価格がですね、5555ソラナっていう形で、出ているようですね。まあ、シューボックスも6666、ソラナっていう価格なんで、とんでもない価格になってます。で、23日の朝時点、円換算で見ると最安値が15万1132円っていうところだったんですけど、まあ、それがですね、15万7926円って形で、最安値がまあ5000円以上上がっているような状況です。まあ、他のものもですね、全体的に上がってます。エピックとかあれですね、7000万とか7200万とかになってますね。はい、めちゃくちゃ高額な靴が今出回ってるなっていうふうに思ってます。はい、ではですね、最後まとめいっていきたいと思います。まず、今後の GMT ユースケースの追加実装っていうところが、どん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 進んでいくってことが AMA のお話で分かりましたというところと、ステップンの新規流入数は常に高水準を今継続している状況です。まあ、過熱状態にありますよというところです。で、GMT は今底固めをしていると判断しています。で、GST 価格は最高値を更新してどんどん上がっていく可能性がありますよというところです。で、靴の数は、まあ、新規流入数が増えたことで減って、で、価格は微増し始めてますというところですね。で、それを踏まえて私の動きですが、今ですね、今更ですが3足を9足にするっていうことをやりました。で、本当に先ほどですね、9足になりました。まあ、6回ほどミントしたんですけど、まあ、残念ながら何にもレアなものは出ず、双子も出ず、まあレアな靴、シューズ、アンコモンのシューズとかも何も出なかったっていうところですね。まあ、
無難なウォーカーが出ました。はい、で、GMT の特化靴っていうのを作るかを今検討しているところです。先に、原価回収をするのか、まあ、この GMT の特化靴を作るのか、私自身も悩んでいるんですけど、まあ、皆さん の, ご意見や方針などあればぜひコメントいただけると嬉しいなと思ってます。はい、ではですね、こんな感じで、ステップに関する情報を日々配信しております。皆さんがですね、どのように立ち回ればいいのか、まあ、今新規参入可能なのかとか、そういったことも含めてですね、分析できるようなチャンネルにしていきたいと思ってますので、まだチャンネル登録などしていない方はですね、まあ、ぜひ今回いいねやチャンネル登録などしていただけると大変嬉しいです。モチベーションにつながります。では今日はこんな形で終わっていきたいと思います。どうもメタヨシでした。ありがとうございました。またねー。